鹿島地区、大夕張駅前通りに当時唯一残っていた、ハイオク大夕張は、北海道夕張市の東部、夕張川の最上流部の貸し段丘に形成された炭鉱街。あざ名は、夕張市、鹿島。1929年の三菱工業による、大夕張炭鉱開発により建設された街区で、山間部に位置したが、 最盛期の1五十五年には二万五千人近くの人口を数えた。おびただしい棟数の炭鉱住宅が整然と立ち並び、幼稚園から高等学校までの教育機関、警察、消防、郵便局などの行政機関、一般商店、購買会、盛況などの商業施設、劇場、映画館などの娯楽施設、神社、寺院、教会などの宗教施設、旅館、 銀行、炭鉱病院、私立図書館などが存在し、一通りの都市機能を有していた。開発当初は三菱石炭工業大、夕張鉄道線以外の公共交通機関はなく、いわば陸のこ島であったが、1962年に清水沢地区からの道路が開通し、夕張鉄道や三菱美貝鉄道バスが営業所を構えて、 夕張駅や札幌市内まで通じる路線を開設した。鹿島地区は大半が炭鉱町であったが、夕張川を隔てて夕張岳方面の奥まった地にあった鹿島白金は、カラフトからの引上げ者が入植した開拓地で唯一の農村部であった。鹿島白金は炭鉱最盛期に開拓農家の離農が進み早くから過疎化していたが、1966年に、 夕張市南部地区に三菱南大夕張炭鉱の開発が始まり、1970年には同炭鉱の出炭が開始されたことに伴い、鹿島地区から南部地区に住民が移り始め、1973年の大夕張炭鉱閉山により、鹿島地区全体の過疎化が急速に進んだ。閉山前の1972年には1万1000人ほどいた住民のうち、 平山後直ちに半分以上が転出し、1974年には4000人ほどに減少。炭鉱の高校があった鹿島北栄町は、廃墟が残る無人の荒野とかし、夕張川う岸で国道452号から、離れていた鹿島春日町や鹿島時和町も、全く人の気配のないさらちが広がるだけの場所となった。その後も過疎化は一気に進んだ。 大夕張駅前の鹿島栄町、鹿島緑町から鹿島千年町方面は、王子、市街と呼ばれ商店が多く、鹿島緑町の国道452号沿いにあった、竹府町商店街は1990年代に入っても、わずかに町の面影を残していたが、1998年には夕張シューパロダム建設に伴い、全住民約350人が移転。 全域が無人地区となった。2014年には夕張シューパロダムの淡水が始まったことにより、かつて町であった地域の大部分が水没している。鹿島地区は固定に沈み、当時を忍ばせるものは数少ないが、付け替えられた国道にかかる橋梁の愛称に、かつての町名を採用している。千年橋、明石橋、緑橋、栄橋、代々木橋などが存在する。 大夕張の故障は競技には鹿島地区のみを指すが、講義には明治、大正期に大夕張炭鉱が創業し、もともと大夕張と呼ばれていた南部地区を含める。南部の人口は最盛期の1974年には1万人近くに上ったが、1980年代には三菱南大夕張炭鉱合理化により、人口が7000人台に減少。 1990年の三菱南大、夕張炭鉱閉山後は、急速に過疎化が進行し、人口が1500人程度となった後も、人口減少が止まらず、1997年までに1000人を割り込んだ。2017年現在、約400人の住民が暮らしている。2020年現在、鹿島地区はすべて公有地となっており、夕張シューパロダム工事に際して行われていた。 林道の付け替え工事も概ね終了している。鹿島弥生町、鹿島春日町、鹿島時和町、鹿島北栄町、南部北ゆ町は住居表示廃止。鹿島地区は鹿島発金の夕張岳と残口方面や山岳地帯を除く大部分が2014年の夕張シューパロダム、淡水開始により水没。最後まで鹿島地区に残っていた住民は、 南部地区や清水沢地区に移住したほか、夕張市街にも転出。鹿島赤市町に産業廃棄物処理施設、鹿島人海埋め立て地があったが、ダム貯水区域に当たっており、埋設物を貯水区域の外に搬出することが必要となったため、鹿島発金の水没しない場所に夕張シューパーロダム埋設物処理施設が設置された。淡水後も高台は水没しておらず、 わずかに建物跡などが残っている。鹿島赤市町にあった北海道、夕張東高等学校跡地は水没しないため、同地に鹿島地区各地に残されていた、平行記念碑、道路開通記念碑、戦没者慰霊碑、馬倒、観音などが集められ、鹿島眺望公園となっている。同公園隣を新たに付け替えられた国道452号が通っている。 シューパルコにかかる国道452号の橋梁には、それぞれ、鹿島地区の町名、あざながつけられている。鹿島富士見町の夕張市立鹿島省、中学校跡地も水没しないものの、平行記念碑、母子像等は、鹿島眺望公園に移設されている。鹿島発金の記念碑については水没しないため同地に、そのまま残されており、 付け替えられた夕張市道を区化しません。そいにある。旧大夕張ダム工事関係の記念碑慰霊碑は南部青葉町の夕張川ダム総合管理事務所前に移設。南部地区の人口は約400人。内南部菊水町、旧南部北雄町は人口0人となっているほか、南部青葉町は人口20人を割っている。夕張鉄道バス。 南部バス停までの路線は一日数便運行されていたが2017年10月1日改正で廃止デマンド交通に転換されている滑水期の夏場には固定に沈んだ地区の8割が姿を表すため2020年9月6日三菱石炭工業大夕張鉄道線の朝日、沢橋梁、同道線赤石町駅ホームサイクリングロードに転用されていた 道線線路実機など、鉄道の旧施設、国道452号線旧道、建物の跡などを見学する無料の散策イベントが初めて開かれた。夕張市内の経済関係者らが実行委員会を作って企画。主な場所に往年の写真を掲示した案内板を設置し、90民がガイドを務めた。北海道開発局札幌開発建設部。 夕張川ダム総合管理事務所によると、固定の散策イベントは、全国でも珍しいといい、夕張商工会議所は、継続開催できれば、地域活性化につながると期待している。シューパロコ、北海道夕張市ホームページ、www.city.yubary.lg.jp2019 年5月30日閲覧、夕張宿題や改正のお知らせ。 夕張鉄道。2017年10月17日閲覧。広報夕張2017年9月号。夕張市。2019年8月8日閲覧。ダムに沈んだ町散策を9月。夕張、鹿島滑水期。初の催し2020年8月11日。北海道新聞。ウェブニュース特集ダムに沈んだふるさとを歩く。 nhkhttps コロンスラッシュスラッシュ www.nhk.or.jp スラッシュ北海道スラッシュアーティクルズスラッシュ s l u g ダッシュ n b 1 8 0 0 3 1 7 b c 1 e 2 0 2 0年12月19日閲覧一般国道の路線を指定する政令の一部を改正する政令ありがとうございます